今回、僕と上村のタッグでこのジュニアタッグ応援してくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました。皆さんの期待に応えて1点でも1回でも勝ちたかったんですけど、やはりまだ僕が上村を守ることができなかったというか、まだ上村も力が足りないと思います。でも今日の上村のファイトを見て皆さんどうですか？このリーグ戦、毎日毎日彼はやられてもやられても立ち上がりました。これはタッグを組んでいる僕の責任でもあります。必ず上村を上まで連れていきます。本当にありがとうございました。これはもう上村選手の可能性を感じたってことでしょうね。はい、一緒に組んでみて、その成長具合、彼の気持ち、そうですね。そしてタイガーマスクも何かこう責任を感じてるんでしょうね。ジュニアタックトーナメントリーグがジュニアタックリーグが終わって、すごい悔しい思いで今いっぱいです。試合に勝てなかったのもそうですし、タイガーさんと一緒もすることができなかった。タイガーさんも自分と同じようにこんな悔しい思いさせてもらってすごく情けないです。いや、最終戦にしてすごい悔いが残るシリーズとなりました。もっと強くなって先輩を超えてみます。このシリーズが終わったからって僕の目標は変わらないです。ずっと僕は先輩から勝ちを取るっていう、それはこれからも変わらないですし、むしろこのリーグ戦を経験してここからだと思ってるんで、今回タイガーさんとは組みましたけど、いずれシングルでもやってもちろん勝ちたいですし、今回やったリーグ戦の相手全員から勝って、そしてもっともっと上の選手とも僕は戦っていきたいと思います。ただ一言、このリーグ戦めちゃくちゃ悔しかったです。そして情けない。次必ず爆発させてやる、それだけです。ありがとうございました。俺はこのプロレス界に入ってこの0点というのは初めてだね。25年目になるのかな、今年25年目に入って0点というのはこれ初めてですね。まあ、なんだろう、やっぱりこうそれだけレベルも上がってきてるということだしね、これは喜ばしいことなのか、はたまた俺自身が悔しく思わなきゃいけないのか、まあどっちもかな。あとはリング上で言った通り、やはり上村の力が足りないとは思わない、まだ思わない、そんなことは思わない。ただ何が足りないかってやっぱり試合の数だし、場数を踏んでないっていう、それじゃないかなって。やはり僕もそれは経験してきたしね、だからこれは別に上村を僕は責めるつもりも一つもないし、よくやったと思うよ、本当に先輩たちを上にして緊張の中で本当によくやった。ただやはりよくやったといえどもプロだからやって当然だしね、それはそこに甘えてもらっちゃ困るけども、ただ上村は一生懸命やってたと思うし、食らいついてたと思う。で今日なんか俺は今日の相手っていうのは五分五分だと思うんだよね。クラークもヤングライオンだし、 TJ はもうね、かつてロス道場でやって新日本にも何回も来て、そのうち WWE も行って、僕はそのまま新日本でずっとやってきてベルトも巻いてるしいろいろとやってきたけども、まあ俺は WWE にいる選手がどうとかってちっとも思ったことないからね。別に WWE がすごいなんてこれっぽっちも思ったことないし、うん、やはり俺は日本のプロレスが一番だと思ってるから。ただ TJ っていうのはその日本のプロレスというものをもう身につけてるからね、うん、やっててああ素晴らしいなと思ったよ。今日は動きもいいしコンディションもいいしでクラークも本当にロス道場で柴田の元でやってね、うん、やはりファイティングスピリッツは持ってるし素晴らしいと思う。ただから今日は俺たちのチーム TJ のチームは五分五分、その中でやはり俺たちのチームがまだ力及ばなかったと、うん、これは別に上村のせいでもない、これは俺たちチームのせいだと思ってるから、あとはもうリング上で言ったように俺は責任持って上村を上に連れていきたいなと思います。ここでタッグを組んでてもう終わったからはいさよならじゃなくてね、やはり上村を面倒見たいなと思うし、うん、それぐらいの意気込みをあいつ持ってるしね、うん、ガッツもあるし。ただ本当にこのリーグ戦悔しいというのはあるけども、やはりそれだけジュニアのレベルが上がったんだなってつくづく思うというか、なんかしんみりしちゃうけどね、うん、まあ別に僕はこれで終わったわけでもないし、うん、これから始まんなきゃいけないのはもうあいつだから上村だから、うん、まあそれに僕はいつでもヘルプするし、ただ会社がどういうふうに判断するか知らないけどね、うん、ここはどんなチャンスがあったって年齢がいってたらもらえないとかね、そういうふうになってるから。ただ俺は上村にチャンスをあげてほしいと思うし、うん、まあとにかく気持ちよかったです今日は。はい。Life's a whole lot more fun when we win, right? Listen, every single day, every day of the league, we've been coming up here, and every single time Clark says, you know, that he's sorry we're not winning. But that's not the only reason why I made this team. I didn't make this team just to win, because this series comes to an end. There's going to be a lot of series after this. A lot of them. We're going to win some, we're going to lose some. We're going to lose a whole lot. But the point is every single night, we get closer and closer and closer. And this man went from young boy to young lion, and now from young lion, he's becoming a superstar. And every single day, we get a little bit closer. Just a little bit closer, and he had something to the arsenal. Today I stayed in, I took the last shot. I wanted to make sure we got some points for our team, and we did it. But you, I couldn't have done it without you. We can't win this match without him. And I am so proud of his representation of LA Dojo, because this is what it's all about. He's got heart, he's got edge. He doesn't shake a single hand because he's out there to win. No friends when the bell rings. And I admire that. I admire that. Because I grew up with that. Now the league may be done. I'm sure this isn't the last time we get in the ring with each other. And I look forward to the future, because you're every bit the anchor of this team. So thank you. That means a lot. Arigatou gozaimashita.